皆さんこんにちは。日本語ラーニングのゆうたです。この動画では JLPT-N4 ことがあるを勉強しましょう。はい。ことがある。英語では sometimes ですね。sometimes。はい。まず使い方を勉強しましょう。はい。まあ、verb 動詞ですね。動詞の dictionary form。ない方、辞書形とかない形、プラスことがあるですね。ことがある。dictionary form、ない方、プラスことがあるというふうに使います。はい。では、実際にどういうふうに使われるのかを確認しましょう。一つ目。はい。昼ご飯をコンビニで買うことがある。ですね。買うことがある。はい。昼ご飯をコンビニで買うことがある。はい。昼ご飯。はい。昼ご飯は、昼ご飯。ランチですね。マイランチ。はい。昼ご飯をコンビニで。コンビニは多分、皆さんわかると思うんですけど、コンビニエンスストアですね。はい。コンビニエンスストアがコンビニで、あっですね。コンビニで買うことがある。はい。で、買うことがある。ここですね。はい。dictionary form プラスことがある。買う。はい。買うことがある。で、意味が sometimes I buy になりますね。昼ご飯をコンビニで買うことがある。Sometimes I buy my lunch at a convenience store. はい。OK ですかね。じゃあ二つ目。こちらですね。朝ごはんを食べないことがある。食べないことがある。はい。食べないは食べるのない形ですね。ない形。食べない。食べるのないフォームは食べない。はい。で、プラスことがある。食べないことがある。はい。ですね。で、朝ごはん。朝。朝ごはんは breakfast ですね。朝ごはん。で、食べないことがある。Sometimes I don't eat.breakfast. はい。朝ごはんを食べないことがある。朝ごはんを食べないことがある。Sometimes I don't eat breakfast. はい。ということで、JLPT-N4 ことがあるは、意味は sometimes。で、使い方は、verb 動詞の dictionary form、ない form、プラスことがあるです。はい。まあ、こういうふうに確認しました。ぜひ、この動画で使って何回も練習してください。はい。動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネル、日本語ラーニングでは、JLPT のための動画を作っているので、ぜひ、勉強している人はチャンネル登録をしてください。そして一緒に日本語を勉強しましょう。じゃあ、終わります。バイバイ。